はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血、骨髄バンクにご協力ください。皆さんの血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、人は外から受けたことや過去に心の中でいろんなことを思ったりして、脳の記憶に残します。けれどもそれらの脳の記憶というのは、時間が経って頭の中からすっかり忘れ去られてしまいます。そしてすっかり忘れ去られてしまったちょうどその頃に、肉体的または精神的な衝撃を受けたことで、これまたそれらのことを思い出してしまいます。それによって長い間それらにとらわれてしまうという状態が数日間続きます。それを日本語では心的外傷という言葉で表されます。その心的外傷が突然蘇って、後になってその記憶が突然に非常に鮮明な映像として思い出されることが起きます。皆さんご存知、フラッシュバックですね。それは急性的なストレス障害になって、心的外傷後ストレス障害 PTSD ともなり得ます。これを分かりやすい言葉でトラウマと言いますっていうね、まあ、いきなり難しい話をしてしまいましたけども、実はこんな僕にもそんなトラウマがありましてですね、まあ、それは何かと言いますと、食パンです。食パンなんですよ。もう食パンを見るとね、怖かったんですよ。まあ、それは何でかと言いますとね、あれですよ、粘膜障害ですよ。まあ、2018年の年末12月28日に退院してから、朝はいつも食べてた食パンを食べようと思ってまして、まあ、早速焼いてね、マーガリントーストを口にした瞬間にですね、僕の体中に激痛が走りまして、まあ、体中は言い過ぎなんですけど、まあ、口の中の粘膜障害がフル活動してしまって、その日の朝以来、僕は食パンを焼いて食べることがトラウマになってしまいました。いや、食パンって焼いたら硬くなるでしょう。普段ふわふわしてるくせに、ちょっと焼いただけで、あの耳なんて狂気ですよ、狂気。でも人間なんてもう、まあ時間が経つと忘れてしまう生き物です。僕は先ほど何を思ったのか、食パンをうっかり焼きました。そして何も考えずに冷蔵庫からマーガリンを取り出して、オーブントースター1000ワット5分がチーンという音とともに、僕の頭の中をあの頃の元気な時の記憶に戻したのです。左手に持ってたお皿に焼きたてのいい匂いをしている食パンを右手で丁寧に置きまして、あとは流れ作業のごとく、まるで学校へ教え込まれたことのように、無意識でマーガリンを塗り始めてました。まあ、無意識なもんですから、今回もそのままパクリと食べました。いや、美味しかった、すっごい美味しかったっていう話なんですけども、まあその食べたかった気持ちが非常に強かったんですよ。まあ、トラウマもあったんですけど、肉よりは痛みは知れてるしって思ってたんですけど、全くその通りでした。まあ、ハンバーグの話の時のようにね、多少の違和感はありますけど、痛みは激減してました。また今日で食べれる種類が増えて嬉しかったです。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。